今回の動画に関しては日本学大学創始者の出口光博士の知見を一部紹介させていただいてます。出口光博士のプロフィールをご覧になってみてください。この日本学大学について少しお話したいと思います。日本の文化、歴史、そういったことを学び、そして人生にそれを生かしていくということを目的として、基本的にオンラインで無料で行う予定でいます。この日本学大学ですが、出口博士を中心として日本文化、歴史、こういうようなことに知見を持つ多くの方々が皆様にお伝えしていきます。もし興味があれば、ひろのぶ石川の Facebook ページにあなたのお名前、 E メールアドレス、そしてどういうことに興味があるか、これを入れて送信してください。日本学大学は基本的に日本語で授業を行います。ですので、もし日本語にちょっと心配という場合は、翻訳ツールを使って受講されると良いと思います。オンライン授業ですから、どこでも聞くことができます。そして基本的に料金はかかりません。無料で皆さんに日本文化の良さ、奥深さ、いろいろ伝えていきますので、どうぞご期待してください。それでは引き続きビデオを楽しんでいただければと思います。